アスリクラロのユースから昇格しました29番の杉本大也です。たまに会ったりした時に、まあ、声をかけてくれたりするのが、まあ、嬉しいですね。やっぱフロンターレの三笘選手が、まあ、個人で打開できますし、まあ、オフザボールの動きとかも注目されないんですけど、まあ、そういうところもやっぱすごいですし、一個上に、まあ、森井真君とか井上君とか、まあ、送り迎えしてもらっているんで、はい、小学2年生です、まあ、ワールドカップはテレビでやってて、その時に自分もそういう舞台に立ちたいなって思って始めました。中学生の時から入ったんですけど、その東部地域でやっぱり一番強いっていうか、まあ、一番成長できるなと思ったんで入りました。3年生の時にクラブユースっていう大会があったんですけど、自分はまだ全国に出たことがなくて、それで最後そのチャンスがあって、そのジュビロに勝てば全国決まるんだという試合で勝った試合が一番印象に残ってます。直前でそのなんかパフォーマンスを落としちゃって、そのスタートで使われなかったんですよ、本番で。それで悔しさのが大きかったですよ。嬉しさっていうよりはやってやるぞみたいな強い気持ちがありました、まあ、最初の方は全然ついていけなくて、まあ、もうプレスピードとか強度とかもう違いますし、やっと、まあ感覚はつかめてきたかなっていう感じです。なんか自分で考えるっていうのがあんまなくて、プロ来てからはやっぱ自分で考えることが多くなって、まあ、そういうところで、まあ、実感します。自分でアクションして声出したりだったり、そういうのを意識してます。まあ、頭部はアスリがいるんで、まあ、もっと盛り上げないとだなと思います。ご飯がうまいです。沼津はやっぱ沼津海とかそういう魚系が美味しいかなと思います。まあ、畑とか多いんで伊豆の国は、そういう農産物とか、まあ、イチゴとかそういうのが美味しいです。大人の100割になるってところがあるんですけど、そこに行ってます。やっぱ決定力が自分の武器ですし、あとはその個人で局面を打開できるドリブルだったり、そういうのを持ち味です。出たいと思ってますし、まあでも今のままだと出れないんで、まあ、もっと自分から何かを変えないといけないかなと思います。タイガーで大事に普通に飛んでくれれば、まずは試合に出られてないんで、試合に出ることと、試合に出た時にチームが勝つためにその点だったり、まあ、そういう自分が結果を残せればいいかなと思います。まあ、5点決めます。僕はまだ試合に出れずに、まあ、まだ皆さんとにあんま知られてないと思うんで、これからやっぱ試合に絡めるようになって活躍するので期待しててください。全力アスル。